日本でも縄文時代、弥生時代の遺跡の中から太鼓が使用されていた証が数多く発見されています。太鼓の響きは遠くに伝わる特性があり、仲間同士の伝達に使用されてきました。また太鼓の持つ独特の響きは神事や祭り事などにも数多く使用されてきました。日本の神話にも天照大御神岩戸隠れ伝説の中にも出てきます。岩戸の中に隠れてしまわれた天照大御神を何とかして外にお出ましになるよう、岩戸の前に多数集まった神たちが笛を吹き、太鼓を打ち鳴らし、踊り狂い、興味を持った天照大御神が岩戸をお開きになり、お出ましになったというお話があります。それでは長野県松本市滋賀交流会国蔵太鼓の皆さんの紹介をいたします。長野県松本市は長野県のほぼ中央に位置する人口約24万人の城下町です。市の中心部に国宝松本城、浅間温泉、西に上高地、東には美しが原を擁する観光の町です。登山をされる方には北アルプスの玄関口としてとても有名です。また市内の至る所にアルプスの伏流水が湧き出ており、この水を利用した酒蔵、お蕎麦屋さんが市内のあちこちにあります。滋賀地区は松本市の北部に位置し、松茸の産地として有名なところです。滋賀交流会国蔵太鼓は旧滋賀村の太鼓チームとして昭和62年1987年に発足して以来、地元のイベントを中心に演奏を行っています。神田太鼓フェスティバルには欠かさず参加させていただいておりましたが、前回は地元で行われた合同演奏曲の選考会と重なってしまったため、残念ながら辞退させていただきました。今回は前回の分まで張り切って演奏いたします。本日演奏する曲は国蔵祝い太鼓、そして祭りの2曲です。はじめに国蔵祝い太鼓お聴きください。